はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はですね、前回の動画でお話ししていましたように、僕が作った村長版チャット GPT ですね。これの公開ということで、皆さんにももうダウンロードしていただけるようにですね、バージョン1.2顔文字対応というのでですね、発表させていただきます。ぜひとも使ってみてください。そして、なんと、 なんと、無料で使っていただくことに決定しました。ただし、無料と言いましても、もう皆さんもご存知のようにですね、このチャット GPT はチャット GPT API という機能を使ってやっています。ですから、皆さんが使ってる無料のチャット GPT よりも、まずは早いです。3.5ターボ というものを使って開発しましまたそして今日現代はごめんなさい Windows 版だけです僕の手元に Mac の環境がないのでもちろんこれを Mac 用にすることは簡単にできるんですけれども当面は Windows の方限定ということでごめんなさい <laughs> そしてアプリなんですけれどもこれから実際の解説というのをやりますが API のことについて、まずお話をしていきましょう。API は OpenAI 社のページに行ったらですね、そこで通常はこのプラットフォーム openai.com ここに行くとこんな画面になります。そしてもう皆さんがチャット GPT を使っているならば、これがマイページにもなりますので、画面右の上の方に このようにですね、パーソナルということで出ています。ここでですね、クリックをしまして、View API Keys というところを押すと、こんな画面になります。ここで API Keys というのを取得していただくことになります。これは3ヶ月18ドル分まで無料です。 18ドルってですね、とってもたくさんの利用ができるわけですけれども、僕の場合で言いましたら、利用量が簡単にわかるように、画面左にこのようにですね、ボタンを押すと、3月の利用状況がわかるわけですね。今、開発をバンバンやっていますけれども、こちら見てください。 そうですね。0.02ドルもいってないですから0.01ドルですね。ということは1ドルの100分の1ですから1円50銭日本円で言えばですね。そのぐらいの金額で僕のように開発してたとしても使っていません。実際ですね。これを2ドル分使ったとしたらですね。約2000万文字ぐらいですね。 1000トークン0.0002ドルというふうにここに書かれていますですからその計算でいくとですね1ヶ月2300円分使おうと思ったら約1000万文字の応答ができるわけですまあその程度ですので今無理やりですねまだ入らなくっても僕のソフトは 無料で使っていただきますのでその API の取得なんですけれどもここに Create New Secret Key というのがありますのでこれを押してくださいそしたらここに表示されているよりもっとずっと長いようなコードが出てきますのでそれをコピーしておいてください忘れるとまた新しいコードを発行しないといけないので必ずどこかに置いておいてください そして、その API キーを環境変数に登録していただくことになります。これからその環境変数の登録の仕方についてお話をします。環境変数は検索文字のところからですね、まあ僕の場合はもうやってありますけれども、システム環境変数、こういうところを開けていただく、もしくはこのスタートメニューからですね、 やっていただくということで、システムの環境変数の設定を表示します。こんな感じの画面が出てきます。そこの環境変数というところをクリックします。すると、このような感じになっています。僕の場合、一番上側にありますけれども、僕のソフトを使っていただくときは、ここの環境変数というところにですね、 チャット gpt アンダースコア api アンダースコアキーというのを必ず入れていただきます。ここで新規というのを押しますと、この変数名というのがそれに当たります。それを入れていただいて、下の段には先ほど絶対忘れてはいけないよと言いました api キー。それをここに 貼り付けていただいて、OK をしていただくと、それだけでいいです。このように登録ができますが、僕は今隠してあります。交差へしていただくと、今度は僕のソフトをダウンロードしていただきます。概要欄に貼っておきますので、僕のホームページに行ってください。そうしましたら、今日現代は一番上にですね、 開発アプリということでこんな画面が出て1.2顔文字対応というふうになっていますこの辺のところを読んでいただいたりそして環境変数のことがもう一回わからなかったらですねここに環境変数用のマニュアルもありますそうしましてここで最新のダウンロードができるようになっています ここでダウンロードを押しますと、ドロップボックスに飛んでいくようになります。はい。ここでですね、ダウンロードというのがあります。確認のために、この黒いところですね、村長チャット1アンダースコア2という風になっています。これをダウンロードしていただきまして、適当なところで回答をしてください。exe ファイルの 圧縮ファイルですので、ちょっとダウンロードもやってみましょう。このように押しますと、どこかのホルダーに入れてくださいという風うに出ますので、通常皆さんの場合はダウンロードホルダーですね。ここに保存することになります。保存しましたら、ホルダーを開いてみましょう。このようになっていますね。これをダブルクリックしていただきます。はい。このような画面が出る。 と思います。ここで詳細情報というのを見ますと、ウィンドウが隠れてたらこうやって動かしていただくとですね、実行というのがありますので、この実行をしてください。そうしましたらどこに展開するかとかですね、回答ソフトによってはいろんな方法がありますが、ここでダウンロードホルダーという風になっていますので、ここに展開をします。 このようにフォルダーができました。このフォルダーはどこにあってもいいですので、自分の好きなところに移動して使ってください。ファイルの中身はこんな風になっています。このチャット exe というのをダブルクリックしていただくと、はい。このような画面が出てきます。このソフトはフォルダーをいくつか作っていくつかやってあるとですね、例えばこれを こちらに置いておきますね。確かもう一つですね。こう皆さんに今日は説明用にここに開いています。このようにですね、2つ広げられます。そこでです。僕のチャット GPT は何が便利かと言いましたらですね、こうやって2つ広げておくとですね、片方はなんとかよ、片方はなんとかよというようなことをできる。 という便利さもあります。今回のまず一つ目の特徴ですね。それは右クリックをしましたら、フォントサイズというのが変えれるんです。ここで20ポイントを選んでみます。そして OK をします。そうすると、このように大きくなりました。僕のようにもう還暦を迎えたおじさんになってしまいますとですね、 どうしても目が見えにくくなりますよね。ですから、こういう風にしたい時もあればですね、もっと情報をたくさん見たいという方は、ここで本等をですね、小さめの10ポイントぐらいにしてみてください。するとですね、こんな感じに小さくなります。時と場合によってうまく使い分けてください。ちょっと大きめにしておきます。 そして、もうお気づきだと思いますけれども、顔文字が入っていますよね。こういうふうなことが自由にできるようにしたんです。ここで右クリックをしますと、このように日本語モード、英語モード、ガチャ、ドリれ複合顔文字というのが選べれるようになっています。バージョン1.2からの仕様ですので、もし1.0、 1.1そういうのをダウンロードしてくれた方はもう一度ダウンロードしてくださいそしてここでですね例えば日本語モードという普通のモードにしますこうやっておいてここでこんにちはと打ちますエンターキーででもこの Send ボタンででもどちらでもいいですはい応答している間はこのように文字が赤くなります こんにちは、何かお手伝いできることはありますかというふうに出ましたが、ここで英語モードにしてみましょう。こうしまして、このように打ちます。そうしますと、英語で返してくれるようになります。どんどん行きます。ダッチャ、ドリャ。まあ、これ同じようなものなんで、ドリャをやってみましょう。はい。こんにちはどり、ドリャ。 という風うに言ってくれます。そして今回のバージョン1.2では極めつけです。ここに複合顔文字というのがあります。このようにしてチャットをやっていきます。皆さんにお披露目の YouTube 撮影中です。とこのように打ってみます。 皆さんご迷惑をかけてしまって申し訳ありません。頭を下げた顔文字になっていますよね。ただいま撮影に全力で取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。僕の代わりに言ってくれてるんかよって感じですよね。皆さんのご理解とご協力に感謝申し上げます。というふうにですね、適戦この顔文字になるんですけれども、謝るときはですね、このように顔文字がですね、 誤り文字になるんですこうやってみましょうはい 皆様、今回私たちのミスによりご迷惑をおかけしてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます。はい。この時はちゃんとこのようにですね、頭を下げていますよね。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。ニヤニヤ。ここでニヤニヤ来るかって感じなんですけれども、まあ、これなんでこんなことになってるか。これは皆さんが好きにできるようにもなってるんです。 オリジナルで皆さんができるようなモードを作ってありますので特にパソコンの得意な方はそれもやってみてくださいどういうことかと言いますとはいこのダウンロードしたホルダーにこの GPT セッティング TXT というテキストファイルがありますこれですね編集していただけるんですダブルクリックします そうしますと皆さんの場合メモ帳とかで開くと思うんですけれどもちょっと文字を大きめにしてますね皆さんに見えやすいようにですねこのようにですねあなたは日本語で回答するアシスタントですというふうになっていますこれ初期値なんですねソフトを立ち上げた時にこの1行目を読み込むようになっているんですそこから下のことは全く関係がありません皆さんに説明のために 下記の例題プロンプトを一行目にコピペしてください。ということでですね、例えば、ジャラリンというのを言わしたいときは、これをですね、コピーして貼り付ける。もしくは、この要領で書いてですね、一行目に貼り付けてください。先ほどのようなものは、ここにですね、かなり詳しく書いています。必ず語尾に、 こんなんや、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 困難や、というふうに、まあ、あまり多いのもあれですけれども、好きな顔文字を10個ぐらい並べてみてください。そしてですね、謝るときには、これをつけるアシスタントですと、このように書いてあるわけです。皆さんがチャット GPT にもしこのように言ったとしても、 必ずなるかはわかりません。これはシステムロールと言いまして、チャット GPT にどのような振る舞いをするか、そういうことを教えるというか、覚えてもらうというか、そういうふうに回答してもらうと。例えば、あなたは日本一の料理人です。その立場でお返しください。とか、なんかまあそういうようなことですね。 そういうことをできるように僕はこのソフトウェアに組み込みました。とっても楽しいですよね。ちょっと話し相手がいてない時とか、そういう時は便利に使えると思います。そして何せ文字の大きさが変えれますので、年配の方には喜んでいただけるんではないかなと思います。もちろん、ウィンドウはですね、このように広げることができます。 もちろん縦にももっと情報量が欲しい時は広げていただくことができます。角からもできます。ただしですね、ある一定以上は小さく横幅がならないというふうにだけしています。縦の幅は案外小さくできます。邪魔にならないところでやってください。もう大体いいお分かりいただけましたよね。そして環境変数のところが どうしても PC が苦手という人もいると思います。そこが不安で困るという方は若干費用はいりますが1000円もしくは2000円ぐらい。なんでその幅持ってるかというと全然 PC がわからないという方もおられますからまあそこのことを考えて通常は1000円の費用でですね最適化したり若干この プロンプトの出方を編集したり、そういうことをご指導する。それが約1000円です。半時間ぐらいでできるかなということで、そういう価格設定にさせていただいてるんですけれども、どうしても、もうわからない人はここまで言えばわかると思うんですが、どんなにパソコンが苦手でも、 こんな感じでお話しさせていただいたらわかるとは思うんですけれどもどうしても困ったりされたらですねそういうこともなんとか対応しましょうということですそれでですねまあこれからも少しずつですけれどもアップデートをしていきたいと思います例えば今これですねカチンと他を押したらどうしても後ろに行っちゃいますよねでもですねこの右クリックにもう少し ししててでですすすね最前面で固定するよよううなプログラムをしようと思っています皆さん、プログラムってね、前からの動画で僕の動画を見てくれている人はわかりますが、僕は今はプログラマーではないんですよね。音楽のエンジニアでサウンドエンジニアです。ですから、レコーディングをしたりとか、 音楽を制作したりとかそれを主にやってたりあとは YouTube で音楽ソフトの解説をしたりやってるんですけれどもまあ昔ですね僕は10年ぐらい前音楽を専門にするまでにコンピューターの会社を経営していましたので若干は分かってたんですねプログラムもしたこともありますでもですね最近のプログラム言語のことは全く分からなかったんで チャット GPT というのが、こういう便利なものがあるよ。そして、プログラムとかができるんだよ。と聞いてから、それは約今から1ヶ月ちょっと前なんですけれどもですね、え、2023年入って1月ぐらいに聞いたんで、それでやってみて、おー、すごいの出るな、という感じだったんです。それで、まあ僕はどんな風にやってるかと言いましたら、 次の実装するのもですね、Python で最前面の Windows を固定、トップオンモストっていうのかな、できるっていうふうにしてですね、このように聞くわけですね。で、まあ聞いたけれども、今動かしているコード、書いてるプログラムのアプリをどうやったら実装したらいいとかいうふうにしてですね、それをやっていくということなんですけれども、 ただしですね、皆さんどこに書いたらいいかとかですね、そういうのはわからない、プログラムをやってない人はですね。でも、僕はそこは大体わかるんですよね。宣言文は最初にやって、そして関数というんですか、ここに def というのが関数なんですけれども、そういう関数を入れる、そしてそれはどういうふうにするというのは分かってたんですが、 この公文というのはですね、やっぱり Python は Python スクリプトというのがあるんでですね、そのことはほぼわからないんですね。ようやく1ヶ月ほどして、うん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 、そうかそうか、みたいなのがちょっとずつわかってきたんですけれども、ですからですね、チャット GPT くんが間違ったことを教えてくれることもあるんですよ。そうなったらね、もう全然ダメです。とっても素晴らしいし、 200行ぐらいあるプログラムを送っただけでですね、もう1秒もしないうちにビューっと帰ってくるんですけれどもですね、その何百行ってあっても見れるというか解析できるんですよね。すぐにどこどこがどうだとか言って言ってくるんですけれども、でも間違うことが多々あるんです。特に画面周りが苦手ですね。画面の、まあ、イメージですね。 ピングファイルを貼りたいとか、もうそうなったらもうとっても苦手ですね。ですから、まあなかなかやっぱり難しいし、このように完成品を作るというのは、プログラムをやってない人がやるというのはちょっとハードルが高いかなというふうには思います。でもですね、プログラムを少し経験がある人なら、僕これ開発しようと思って考え出してから、 今で3、4日なんですよ。3月2日にチャット g p t API が公開されましたから、そうしましたらね、その次の3月3日ぐらいに、どん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  LINE でできるチャット g p t とかね、そういうのが680円でできるようになるんだよとかね。でもですね、僕はその680円というのをそうやっていただくよりも、 YouTube を応援していただいたり、また、もしミュージシャンの方がおられたら、音楽の勉強をこれからやりたいんだとか、そういう初心者で DTM をやりたいんだっていうような人が、僕のところに来てくれればいいというふうに考えていまして、あまりですね、これを販売してどうのこうのは思ってないんですね。今のような面白いアイデア。 多分僕と同じ今のこの感覚のソフトはまだ誰も作っていないと思うんですね。そういうものを皆さんが使っていただいてそして先ほどからも言いましたように API の使用量というのは1000トークンで0.0002ドルこんな低価格ですのでですねまあ何十円ぐらいにしかならない人は ザラにいてると思うし、今月はもう全く使わないという方もたくさんおられると思うんですね。それに毎月何百円何千円と出していただくのは、うーんって感じがありましたので、 じゃあもう僕のソフトは完全公開してみようとそしてさらにもっともっと高機能なものを作っていった時には例えば買い切りの3000円とか5000円とかそういうもので支援していただけたらなっていうぐらいのつもりでですね今更大金持ちになってもですね60歳のおじいちゃんですよねはい孫も3人もいてるおじいちゃんですからまあ そんんなななに貪欲なことはは考えていいいませんお金は嫌いじゃないですよでもですねそういうことで皆さんに喜んでいただこうと思いますのでまた皆さんの方からも、まあ、こんなことはできないの僕はプログラマーじゃないので何でも「ほい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 できますよ」ということは言いませんでもできそうな簡単なようなことを言っていただいたらちょっとやってみるかも分かりませんので皆さんの ご意見とか、あまあよかったとかですね、励みになるような言葉をいっぱいコメント欄に入れていただけたらとっても嬉しいですし、概要欄にいろいろなリンクとかも貼っておきますので、ぜひ皆さんも無料ですので使ってください。API の使用料だけは個人でお支払いください。ということで、今日は無料で発表させていただきました。 もうどん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 使ってください。村長スタジオでした。またねー。